の最後、コロナと女性というテーマで作家の北原みのりさんにお願いいたします。こんにちは、北原みのりです。話しいただきありがとうございます。先日杉田水脈の妙議員の女性はいくらでも嘘をつくの声の発言に、署名を集め13万8000以上の集まりました。これを野田聖子議員に、受け取ってほしいとお願いしたところ、辞退しますと。署名は辞退できるものなんでしょうか。その後自民党党本部に直接持っていきました。その時はアポがないからと拒否をされました。仕方なくヤマト運輸で送りました。昨日辞退しますとヤマト運輸から着払いではなかったですが戻ってきました。13万8000筆以上の声を受け取らない、そのことに衝撃を受けています。でも私の声が届かない、私の声が軽く捉えられる、私の声を信じてもらえない、この国で女性として生きていると、そのような悔しさは決して初めて味わうものではありません。でもこの悔しさ全然慣れません。コロナ禍で女性たちがさらに追い詰められています。ここ数ヶ月間、前年同月よりも自死を選ぶ人が増えています。女性だけを見ると8月は 40% も増えました。高校生では7倍も増えています。パンデミックにより日常の性差別がより過酷に女性たちの人生に影を落としています。この生きにくさの原因はどこにあるのでしょう。コロナ禍で見えてきた日本の性差別の現実を私たちはもっと語らなければならないと思っています。例えば先日、緊急避妊ピルを薬局で買えるように行動した女性たちがいました。それに対し産婦人科医会は女性の判断だけに任せるのはリスクがあると反対しました。産婦人科医会40人の理事がいますが女性は3人だけです。多くの国で女性の判断だけで購入できる薬にもかかわらず、この国は男性の産婦人科医が女性の判断を疑い管理する立場を崩しません。例えば緊急事態宣言の時、友人が職場に女性しかいないと嘆いていました。正社員の男性はほぼテレワークになったけれども、正社員をアシストする女性、非正規社員は出勤しなければならない、エッセンシャルワークの仕事の多くを女性が担っています。医療従事者の7割が女性です。人をケアするのは女性の仕事、女性の仕事だから賃金が安くてもいい、そういうふうに設定されている。そういう中でケアワークの人たちが命を危険にさらしながら働いています。また先日、10代で AV 産業に巻き込まれた女性と話す機会がありました。女性は若ければ若いほど価値があり、性産業今しか働けないよと言われ、頑張れば報われると数年働きました。実際はその後の人生キャリアを形成できず、コロナ禍で仕事もままならず、将来の不安に怯える日々です。セックスを労働と捉え、労働者の権利として性産業を語るような空気がコロナ禍でもありました。でも実際に被害者支援の現場から見えているのは、若い女性たちの人生が切り売りされて、その後の人生の困難を訴え苦しむ人々の声です。日本では性差別が定義されていないと弁護士の角田由紀子さんが指摘されるのを聞きました。憲法が男女平等を謳っていても性差別が何かを定義しない、この国は性差別が何かが分かっていないのです。だからでしょうか、国連女性差別撤廃委員が何度も選択的夫婦別姓の実現を目指すように勧告しても、慰安婦問題を被害者主義の立場で解決するように求めてもずっと無視しています。なぜですか。声の大きい男性が強いリーダーシップを取って違う意見を黙るとねじ伏せればうまくいくという暴力的な成功体験を私たちは奉仕し続けてしまったからではないでしょうか。そういう中でも女性たちは道を切り開いています。性暴力に抗議するフラワーデモは今スペインのバルセロナも参加して47都道府県で毎月11日に行われています。性暴力は性差別を根拠にした暴力です。被害者のほとんどが女性と子供です。こういう中でもう黙るのは嫌だ、社会を変えたいと声を上げ始めている人がいます。
7割に増えた高校生女性たちの自死の背景に何があるのかはすぐには分かりません。でも DV や性暴力、望まない妊娠があるのではないか、女性運動に関わるものならば誰でも自然にそう考えます。人生を奪われ、機会を奪われ、それでも男性の声に従えと言われる、このような社会に希望はありません。女性が死にたくなるような国に未来はないです。性差別でこれ以上女性を殺さないでください。これは左翼も右翼も関係ないことです。市民運動に関わっている私たちの仲間も、仲間と思っていた男性に性的に貶められてきました。やる側からすれば軽いお遊びかもしれない、でもこちらからは侮辱であり暴力です。それなのに仲間の男性を批判すると敵を利することになると批判の口を塞がれてきた。セクハラやそういう性暴力の数々を私は知っています。自浄作用のない組織に、そのような組織の行うことに本当の希望は見出せません。だから性差別を絶対なくす、その意思を強く持ちましょう。そうしなければ本当に日本は変われないと思っています。コロナ禍でむき出しの性差別に苦しむ女性たちの声をぜひ聞いてください。性差別に本気で向き合いましょう。変わりましょう。ありがとうございました。田原みのりさんでした。ありがとうございました。続きまして。